私は今上海の松江区にいます。このテレビとか映画の撮影所ですね。上海インシーラーエンっていうんですかね、ここのところ今撮影行ったんですけども、この周りをですね今日は撮影していきたいと思います。現在の気温は26度、午前中はちょっと雨降ってたんですけど今は止んでいます。現在我在ソンジャン上海インシーラーヤチャガファインボートイブトイブチタウチャリジンテンシャウシャウシャユー、但是シャウ現在天气好ウェンドゥアシリュウドゥゴーチャフジンドルカインカン。まあちょっとこの近くを歩いて見てみたいと思います。まあなかなかここも来ることがないので、せっかくなのでこの撮影所だけじゃなく周りも見てみましょう。インシールインシール、まあ、この撮影所向けにですね、なんか観光用の店っていうわけじゃないですね。普通にもう地元の人が行くお店ですね。これはインターネットカフェですか。ああ、なんかゲームやってますね。ここは旅館ですね。撮影の道具とか木工の彫刻とか書いてますね。でもあそこで終わりか。これ戻ってちょっと大通り行った方が良さそうですね。反対側行って戻ってみます。こういうところで家賃どれぐらいするんでしょうね。
こんにちは。ここもインシールですね。見てるんです。めっちゃでかい犬です。この辺料理安いですね。観光向けに店やってもなかなか難しいんですかね。全部普通の店ですね、地元の人の。なんか初めてここ来た時、なんかバスで上海の体育館からバス乗ってきましたね。当時はまだスマホとかなかったんで、インターネットで調べて、バス2回ぐらい乗り継いできたような気がしますね。で最近来た時はなんか地下鉄の駅まで来て、それからタクシー乗りましたね。ここの通りは看板があるか、ベイソンゴングーですね。ベイソンゴングー、ベイソンゴングー。あそこなんか店あるんで行ってみましょう。まあ基本的に住宅地ですね。すごい交通量が多いですね。まあ松江湖というとなんかこんな感じですね。ただあの大学城とか大学いっぱい固まったところが新しい住宅じゃすごい綺麗ですけど、あれはトランプの博打やってるんですよ、ギャンブルやってるんですよ。なんか中国でびっくりするのが、若い女の人でも結構みんな麻雀やるっていうからびっくりするんですね。日本だとなんかおっさんしかしないイメージあるんですけど。私も麻雀のルール自体はわからないですけど。ここ行ってみましょう。
こっちの方が面白いかな。すごいなこの二輪車が。私基本的にこれあのカメラ持ちながら歩いてるけど、カメラ見てないですので、見てると危ないのですので、市場みたいな感じですよね。まあでもこういう店でも全てスマホ決済ですからね、むしろ現金で払うと多分めんどくさがられると思うんですよね、お釣り渡さないといけない。あ、私でもさっき現金で払いましたね。アリペイ、ジフバーで払おうと思ったんですけど、携帯を変更したばっかりでまだアリペイの承認をしてなかったので払えなくて現金で払いましたね。久々ですね。だ今もう現金20元ぐらいしか残ってないですね。携帯壊れたら終わりですねこれ。まあ、本当地元の人が来る場所ですね。これはすごいな。あ、このちまきは売ってますね。桃、果物売ってますからね。あそこ真ん中にある車駐車してるんですかね。全然動いてる気配がないんですけど、道の真ん中に駐車場になってるんですか。ここもそうですね。道の名前、これなんて読むんですかね、最初の文字。わかんないです。このお店一応なんか上海か深圳か上場してる会社なんですよ。全然知らないです。シューチャンルーですか。こっち行きましょう。なんか橋みたいな感じになってるんですけど、川があるのかな。人多いですね。
こんな人多いと思わなかったですね。ここは上海人の人、これ見てる方いたら来たことないでしょう、多分。ルゴ西上海でダファー来後チャリマ应该没有是吧，我第一次来这里。那个这印西那边我去过两三次，但是在外面的这个地方没来过。やっぱ川ありましたね、橋で。あっちはなんか高速道路があって、こっちはもう住宅地ですね。うわ、ここもなんか店いっぱいありますね。すごいな、この人の多さ。中国人多いですね。うわ、消費力あるわ。やっぱインターネットで物買うって言っても、やっぱこういうとこみんな買いに来てるんですね。特にこの松江区って、まあどの辺か分かんないですけど、結構大学がいっぱい固まってるんですよね。大学城っていうところがあって、多分こういうところを撮影した方が、この上海街歩き動画のマニアの人は嬉しいと思うんですよね。ショッピングモールよりも。私も見る、ここも歩く方がちょっと楽しいですね。まあ別に買うもんはないんですけど、雰囲気が面白いですね。アリババとか、まあ、タワーとかテマオとか人造で物を買えるんですけど、なんかこういうところも買いに来るんですね。今こういうなんか個人のお店が、しかもタワーを使ってライブストリーミングやってますからね。ライブで物を売ったりしてますから。結構にぎわってますね。なんか下手に中途半端なショッピングモールよりこっちの方が人多いですね。こういうとこ店出す方がショッピングモールより儲かるかもわかんないですね。ここもすごいっすよ、これ人。あっち行ってみましょうか。多分ここ外国人いないですね、ほとんど。私だけじゃないですかね。じゃあペンダレンどうちょんごれん外国人ごれんめめよおじいがれん外国人。すごい賑やかですね。
フェとかパン屋とか一軒もないですね。もうでもなんかこのロトっていうか宝くじのこの店結構ありますね。買う人多いんですね。この門の外に出るとなんかあんまりなんもない感じですね。なんもないですね。じゃあちょっとここ短いですけどこの辺で終わりたいと思います。最後にグッドボタン皆さん押してください。シェシェダーチャー在前。